らっしゃいませ。受付の林です。 BMW ジーニアスの湯浅です。 BMW アイセールスコンサルタント小川です。 BMW セールスコンサルタント渡辺です。私たちがご案内します。お車でお越しの際は高速道路をご利用いただくと、京葉道路ですと神奈川インター、東関東自動車道ですと千葉北インターを降りていただいた国道16号沿いにございまして、インターの出口からおおよそ5分ほどで到着をします。ご来店いただいたお客様のお出迎えからショールームへのご案内をしております。ご用件をお伺いして各部署におつなぎをして、その後お飲み物のサービスをしております。最近ですとネスプレッソを導入いたしまして、ホットコーヒーの種類が6種類に増えました。お子様には 100% のオレンジジュースとリンゴジュースをご用意しております。添加物が入っていないので、お母様も安心してお子様にお飲みいただけると思います。テーブルにはお花とメニュー表のセットがございます。メニュー表の内容は定期的に変えて、少しでもお客様に楽しんでいただけるようにしております。BMW をお乗りのお客様でしたら、お名前だけでなくお好みのものも覚えるようにしています。自分がされたら嬉しいなと思うサービスを心がけています。新規来場のお客様を中心に商品のご説明を差し上げるお仕事です。セールスではございませんので、販売の話はいたしません。 BMW の商品を紹介する中からお客様のニーズを聞き出して、お客様のカーライフに合ったお車の提案をさせていただいております。お客様の中には少し見たいだけなのに売る気満々で来られてしまうのではと構えてしまうお客様もいらっしゃると思うんですけども、とそういう時は私のジーニアスをご指名していただければ、もっと気軽にご試乗を受けますし、もうちょっと身近に感じていただけるのではないかと思いますね。女性の方ですとお店にも入りづらいっていう気持ちもあると思うんですけども、私も千葉北支店ではジーニアス一人なので、私をご指名していただければ女性の方でもお気軽にお越しいただけるのではないかと思うので、ぜひお越しください。そうですね、やはりアイブランドとして全く新しいものなんですけども、やはり BMW の持つ、走る喜びというものはやっぱりあるんだなということで、ハンドリング一つとってもそうですし、アクセル踏んでいただいてもアクセルワークも含めて、やはり乗って楽しい車だなっていうのはありますですね。 EV 車両なんで、その充電してあるしてないのはありますので、ただ、常に充電はさせていただいて、試乗できるようにはさせていただいています。はい。で、当社の方には、レンジエクステンダーと、エクステンダーなしと両方ございますので、あらかじめおっしゃっていただければ試乗はできますので、ぜひお試しいただければと思います。やはり皆さんびっくりされる方が多くて、やはり一つやっぱり加速性能ですね。これはすごい速いなということで、ただ加速性能だけではなくて、それに伴って、ボディの剛性も、カーボンあるいはフレームアルミを使ってますので、そういったところの安全性にもすごい注がれてますので、単なる EV 車両だけではなくて、走る喜びも踏まえた車とプラス安全性も、備えた、両立の車であります。ぜひですね、 i3 はご試乗いただきたい車種ですので、乗っていただいて、BMW の持つ、走る喜びの楽しさと、ハンドリングですとか、ぜひそういったものを味わっていただければと思いますので、ご試乗をお勧めいたしますので、ぜひ千葉北ショールームにお越しいただければと思います。私ども千葉北支店は京葉 BMW グループ千葉県で4拠点展開する中で中心にある支店でございます。お近くにはメルセデスさん、レクサスさん、大きいショールームもございますので、まさに千葉県の中心といえる拠点でございます。今千葉北ショールームですと展示車最大8台展示することができまして、その中にも i3 専用の展示スペースというのを設けております。さらに
裏の駐車場スペックヤードには66台最大新車を置けるスペースがございまして、ご来場いただいたお客様、例えば展示車にないお車、こういうボディカラーを見たいっていう方ですと、そのスペックヤードにご案内させていただいて、こういう車、こういうボディカラーっていうのをご案内させていただいております。こういうブランド車を扱うにあたって、お客様自身も高い買い物なのですごい抵抗はあると思うんですよ。なので初めどなたでも敷居が高いだったりとか、そういうことを思ってご来場されるんですけども、そういうお客様が購入するにあたって、私もぜひお客様の気持ちになるっていう意味も含めて、私自身も車買いました。で、以前は国産車でずっと通勤してたんですけども、通勤時間がだいたい1時間15分ぐらいかかりまして、その時はすごい疲れました。で、BMW に乗り換えて通勤もすごい楽しくなりましたし、楽になりましたし、さらに休日とかでももっと運転したいっていうふうに思うようにもなりました。まあ、そんなに若いのにそんなに高級車買って大丈夫かと、生意気だろと、そういうふうに言われたんですけども、やはり先ほどお伝えしたブランド車を扱うにあたってもありますし、やはり高級車乗るっていうのが私の夢だったので、すごい今充実してますし満足してます。私もまだ若いんですけども、以前は国産車で十分だろうと、輸入車でも違いが全然分かんなかったんですけども、いざこの仕事をやらせていただいて、まあ、お乗りする機会がたくさんあるんですけども、実際乗ってみると走りだったりとか高速乗ってる時の安定性、あと運転の楽しさっていうのも180度変わりました。で、私はまだまだ若いんですけども、体力だけには自信があるので、例えば輸入車だとアフターフォローもお金かかるんじゃないかとか、そういう面で気にされる方がたくさんいらっしゃるんですけども、その時は私に任せてください。私は他県でもどこでも飛んでくんで、私にご連絡いただければアフターフォローの方もきっちりさせていただきますし、楽しい BMW ライフっていうのをお届けさせていただきます。京葉 BMW 千葉北支店でございます。皆様のお越しをお待ちしております。